長田川川口付近から望む長田岳ローソク岩。長田岳は、屋久島の宮の浦岳北西側に対じする山である。標高は、屋久島及び九州において宮の浦岳に次いで2番目に、高く、西日本でも三峰に次いで10番目の広報となる。三国名勝図絵では、長田学、明暦久島大絵図では、長田歌木、井の歌高の、大隅国五隅薬島宴会図では、 根源だけ岳と記されている。宮ノ浦岳、長田岳及び、黒見岳を薬島三山と呼ぶ。新日本百名山に選定されている。宮ノ浦岳をはじめとして薬島の山岳地域の大部分は薬島国立公園に指定され、宮ノ浦岳、長田岳など、中央の山岳地帯は世界遺産の森林生態系保護地域保存地区に指定されている。 長田岳山頂の北東側には、これを挟んで長田岳、通本、さらに中野岳、根町本、障寺岳と呼ばれる岩峰は連なる。薬島は八重岳と呼ばれるように多くの峰が連なり、海岸部に近い山々を、前岳、中央部の石両をなす山々を、奥岳と呼び、この奥岳は通常薬島の海岸部の人里から望むことはできないが、 長田川川口付近の長田地区は奥だけすなわち、長田岳及び根町を望むことのできる島一周の県道周辺としては唯一の場所である。山頂直下の岩屋には一品防子大権限を祀る、祠があり、長田岳は古くから長田集落の竹参りの山として参拝の対象とされ、長田浜の砂が備えられた。1448年に、 ひまし商人が不況に訪れた際にはすでに長田では、竹参りが行われていたという。海岸部の長田集落付近は、杉の人工林、クワズイモ及びヘゴなど亜熱帯性植物も見られるが、やや内陸部に入ると団体性の天然林となり、標高1340メートルのバーが、岩屋付近から、薬杉薬島尺クシ,シャクナゲなどが見られる。長田岳山頂は屏風を立てたような尾根を張り、 斜面には、剥き出しの花崗岩が散りばめられ、山頂西側直下には、ろうそく岩と呼ばれる巨岩がそびえる。山頂付近は一面の薬島だけに覆われ、薬島シャクナゲが点在し、一寸金化、石南岩皮、薬島ツジなど、鉱山植物が見られる。淀川登山口から宮の浦だけを経て、あるいは荒川登山口から、縄文杉を経て、ヤ家の三冊子に至り、 長田岳の往復コースを取るルートが最もよく利用される一般的な登山道である。あるいは大川の滝入り口より800メートル南側の県道沿い林道入り口から大川林道に入り、県政自然環境保全地域を通る花山歩道を経て、長田歩道に合流し下の沢小屋を経て山頂に至るコースがあるが、登山道が荒れているため上級者向きである。 長田集落の長田橋を起点として、横川渓谷、餅田郷登山口、森取谷、竹の辻、バーガ岩屋、さまくりをひのき、桃平、鹿の沢小屋を経て山頂に至る長田歩道ルートが、本来の竹参りの表参道であるが、長い参考を強いられる。ありがとうございます。